俺ならこうやる。今回はハッピーエンドさんの風集めてです。まずはサクッとポイントを解説します。早速いってみましょう。ストップ。まずこのイントロ大好き。このアコギが重なってもうキラ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 してる感じが、風がこう通り抜けていく感じを表現してるように感じられて、もう大好きですね。これで和音をちょっとだけ変えてるんですけど、この重なった時のこのキラキラ感とか風が通ってる感じみたいな表現できたらもう最高ですよね。次行ってみよう。僕も風を集めて。ストップ。僕細野さんの声大好きなんですよ。もうピッチもいいし、もうリズムもいいし、何よりこの質感がすごくいいでしょ。声質というか、もう全然こう耳にうるさくない感じというか、すっごいリラックスした気分になりますよね。これダブルって言って、同じメロディーを歌ってる歌を2回取るんですよ。2回取って重ねて使ってるんですけど、そうすることで優しい歌い方でも厚みが出たりして、前に出てくるような聴きやすいような歌になってるなと思います。で、同じメロディー歌って、でこうちぐはぐにならない感じっていうのは、やっぱりピッチとリズムがいい証拠なんですよ。特にリズムがちょっと前に行ってしまいがちになりやすいんですよね、こういうテンポの曲って。やっぱこのチルな感じを表現するためには、このリズムがこう前に行かずにドラムに対してジャストで入ってたり、ちょっと後ろぐらいでもいいと思うんですけど、そういう感じでリズム取られてたら、もうめっちゃ気持ちいい歌になると思います。次行ってみよう。してるのが見えたんです。それで僕ストップ。もうこの曲の一番のポイント出ましたね。めっちゃネイチャーな感じですね。はい。僕の友達が、コーラスで参加してくれてますけど、ここが一番のポイントですね。ゴーチャクはここまで。以上を踏まえて一曲通してみていきましょう。ハッピーエンドさんの風を集めて。俺ならこうやる。
としり摩天楼の絹ずれが歩道を浸すのを見たんです。それで僕も風を集めて今日もご視聴ありがとうございました。ボーカルレッスンやっております。カラオケ上手に歌いたいという方からプロの方まで見ておりますので、興味のある方はこちらからぜひ遊びに来てください。それでは別の動画でお会いしましょう。See you next time!